キュッと肋骨も下ろして、この人はちょっとキュッと締まった感覚になったと思うんですけど、この時締まっている腹筋があります。腹横筋という腹筋です。聞いたことある人います？そう、あんまりメジャーじゃなくって、私はもう腹横筋を広めたくてしょうがない一人なんですけど、一緒に触ってみたいと思います。どこにあるのかというと、はい、この、腹部の骨の内部分ですね。ここぐるっと覆ってます。まず、骨があるところから触ってみましょう。肋骨ありました？大丈夫ですね。さあ、この肋骨の間、ここ溝落ちのところ、ここ骨もないですね。ないですよね、はい、ここからないところずっとベタベタ触っていきましょう。自分のですよ、自分のベタベタ触っていきます。はい、下まで行くとちょっとこの辺はね、カフは結構お肉がついてますけど、肉はあるけど骨はないですよね。ないですね。さあ、どこまでないでしょうか。ここで腸骨にぶつかりますけれども、ここまでないんですね。ここ恥骨結合ですけれども、この溝落ちからこの長さまで、この図を見ても分かる通り骨ないとこ結構長くないですか。結構多いですよね、面積。はい、でそれだけで驚いてちゃいけません。横と後ろも実は骨がない部分なんですね。ちょっと横触ってみましょう。横、下に腸骨があって上に肋骨がありますが、その間拳一つ分ぐらい、ここ骨ないですよね。ある人いますか？大丈夫ね。はい、それで背中も行ってみましょう。背中もね、背筋、脊柱起立筋なんか大きいのがあるんですが、ここもないですよね、骨。上に肋骨、下に腸骨ありますけど、ここガッと脊椎にぶつかるまではないですよね。ね、今触った最初からもう一回いきましょう。溝落ちから腹部の前面、恥骨のところまで、そして横、さらに後ろ、この部分すごく大事な体幹の部分なので、骨がない。この部分をぐるっと覆っているのが腹横筋、腹の横の筋肉と書きますけれども、本当に横にこう走っている感じの腹筋です。で、腹筋っていうと大体普通の人が知っている腹筋って、この腹直筋ね、一番表面の男の人がすごい一生懸命持ってこって一生懸命腹筋運動して割る系ですね、腹直筋で。まあ前後筋までは腹直筋はほんと どうでもいいって言ったら失礼なんですけど、あんまりいいやっていう筋肉です。で、その内側に、外腹斜筋、内腹斜筋といって、斜めに走っている腹筋があります。で、これもこうよくひねってね、やって運動を一生懸命してる人がいますけれども、どちらかというとこの辺までは表面の筋肉 でこっち、ここが腹横筋です。今触った部分、実は一番内側なんですね。一番内側の、インナーマッスルということになります。インナーマッスルって触れない、要するに表面じゃなくてすごく内側にあるという筋肉のことを言うんですけれども、これが大事なんです、はい、この体幹の部分、イメージとするとこの腹横筋が木の幹、もう切り株だと思っていただいて、でここいつも締まってる状態にしたいんです。キュッと、でその切り株の上に、もう肋骨から上、上半身をですね、プリンみたいにこうプルンと、切り株プリンって言ってるんですけど、もうプリプリプリンと乗ってるだけ。ここはもうカチッと締まってるんですよ。笑っていいですかね。カチッと、もう木の幹ですから、シートが重たいのがあります。硬いのがあります。実際硬いです、腹横筋ちょっと締めるとね。で、その上に本当に乗ってるだけという、上半身が乗ってるだけという状態を作ってあげたい。それができるようになった時にはですね、多分肩こりとか絶対ないです。首も凝ってないし、腰も痛くないと思います。なぜかというと、肩こりっていうのは肩に力入れてるんですよ。で、
こう肩に力を入れて、まあ、結局筋肉が硬くなって血管がキュッと潰されて、血流が悪くなり冷えちゃうんですね。それが肩こりです。だから要するに自分でそこ力を入れないようにすれば肩こりは作らないわけですね。肩こり筋とか飛んでないから。あと肩こりって病気じゃないのぐらいは皆さん知ってますよね。ね、自分でここ力を入れてますよっていう体からのまあアラームというか警告なんですが、そこに力を入れるのをやめない限りは一生肩こりですよ、ね、ずっとマッサージに高いお金払ってたらマッサージ破産しちゃいますからね、はい、たまに行く分にはいいんですけどね、とっても気持ちいいですが、まあ、だから自分でここに力を入れないようにするという姿勢を手に入れればいいわけです。そのためにこの腹横筋、切り株クリーンをしっかりとつけていく。だってここすごい大事なとこじゃないですか。もう大肋骨抜けてるわけですし、でもここに骨があったら私たちこう曲げたりひねったりっていう動作ができないので、ここはあの骨があっちゃいけないところになります。その代わりこの腹横筋でしっかり支えている、柱の壁を作っている状態にしているわけです。でその柱にはですね、実は上蓋がついています。上に蓋、それが横隔膜。聞いたことある人、あ、よかった。さすがにこれは皆さん手を挙げていただきました。まあ、柱の上蓋だと思ってください。結構な蓋でしょ本当にサランラップでね、こうしっかりと蓋してますというような感じですが、パラグライダーのパラシュートみたいな感じの、越前クラゲの傘とか言ってるんですけど、それぐらい結構大きい。ちょっと触ってみましょう、自分の横隔膜。腱はこの肋骨の下のところから始まってまして、胸部と、ね、腹部を大きく分けていく本当に大きな筋膜になりますが、まあ、実際私たちこれ自分で今横隔膜が上がってる下がってるとかっていう意識はできません、はい、意識できない筋肉ですけれども、あることは確かにあります。なんとなくこの辺かしらっていうのを、はい、ちょっと感じてあげていただきたいなと思います。で今日これから練習していく、まあ、腹式呼吸ですけれども、それはこの横隔膜が上下に鼻噛んでくださいねはい、この横隔膜というのはですね、腹式呼吸をするとこう上下に動いていくという筋肉になっていくわけですけれども、横隔膜と肺の側面でくっついてるんですね。くっついてます。ですから横隔膜がこう下がってきた時、肺がくっついてるので肺がビヨーンと伸びるんです。そして横隔膜が上がった時、肺はこう上の方にまた上がっていって、まあ、縮んでいくと、まあ、空気が外に出ていくからですね。でまた吸う息で下がって、また吐く息で上がって、こういう運動をします。で肺って結構ね、ぶわーっとこう前後左右に広がるっていうのはみんな知ってる方が多いんですけど、こう体の中で見えないところでこう伸びたり縮んだりしているっていうこと結構知らない人が多いんですね。で結局この横隔膜、ほとんどの臓器この下にありますから、横隔膜より上にある臓器ってとても少ないです。肺と心臓と脳の関係のところですよね。よく知ってる胃とか肝臓とか、また喉とか膵臓とか、ね、脾臓も腎臓も小腸も大腸も膀胱も子宮もそうですけれども、みんな横隔膜が下にありますので、これ上手に動かせるようになってくると10センチ以上動いてくるというふうに言われてます。ここの10センチって大きくないですかね。そこでまあグニ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 、要するに内臓を動かしてくるわけですよ。内臓をすごく押したり引いたりするということになるとね、血管だらけですから内臓、一気にこっちの血流が良くなってくるっていうのを想像できますよね。もうめちゃめちゃ動かすわけです。で実はこう上から押されるだけじゃなくって、ご存知の通り腹式呼吸すると前から、そして実はさっきの腹横筋全体が動いているので、横からも後ろからもギューッとされて、ふわっと広がって、ギューッとされて、ふわっと広がって、で上からもされるわけですから、だからまあ絶対出るものは出ますよそうだから便秘の人は腹式呼吸が足りないというふうに言えると思います、ね、入り口一つ出口一つでこんだけ動かしたら普通出ません？
ところてん方式ですから。でさらに冷え性の方っていうのもこの動きが足りないと言えると思います。でここグニグニ動かしたら行きますよ、末端まで。ものすごく大きな内臓運動ということになります。いくらね、ちょっと手元をカイロで温めたり一生懸命靴下いっぱい履いたって、ここの中を動かすのに比べればね、全然違うっていうことは分かると思います。ですから冷え性だ、ね、低体温だと、私も自分のこと低体温だと思ってましたけれども、まあとんでもない誤解で、私昨日の朝の体温 37.23 度でしたね熱があったんじゃないんですよ普通だったんですけど、高温期ですけどね、もちろん37度超えする日も 何日か出るようになりました。はい、でもこれね、呼吸法やってやっぱり8年9年ぐらい経ってからなので、じわ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 上がってきますから、最初35度台前半でしたから、ずっと30を超えるまでね、全呼吸法に出会うまでは低体温の体質だと、もう疑ったことない、もう私はずっと遺伝で低体温なんだって言ってね、親別に低体温じゃなかったんですけど、本当に体質だと思ってましたが、まあ今は間違ってもそんなことで。さあ、横隔膜に戻りたいと思いますけれども、もう一つこの腹横筋の柱の壁、ね、上の壁が横隔膜と言いました。下にも実は蓋があります。骨盤底筋群、聞いたことある人、これなんか最近結構メジャーになってきてると思います。ありがとうございます。尿漏れとかね、で要するにその骨盤底筋群がまあ、閉まってない、緩んだ状態なのでなっちゃうと。で特に若い人にも最近は多いというふうに残念ながら言われている、尿漏れなんですけれども、まあ、簡単に申し上げますとですね、この腹横筋と骨盤底筋群って連動してるんですね、こことここが。だからここが閉まってると、実はちょっと変な格好ですいません、ここも閉まってるっていうことになります。だからここが閉まってない人っていうのはここも閉まってないんです。もうこれはなんでって言っても説明ができないです。もう筋肉連動してるみたいだからと、そういう構造になんかなってるからとしか言いようがないんですけれども、ここが閉まってるとここが閉まる。で結局正しい姿勢、楽な姿勢でこの腹横筋をいつも締めている状態が、まあ、私はもう状態化してますから、いつもその状態になってると結局骨盤底筋群もずっと閉まってるんですよ。何度もやってすいません全然閉まってないです、はい、だから結局あれですよ、女性の憧れの経血コントロールというのが、まあ、勝手にできちゃってるわけです。何をしてるわけでも何でもないですよ。閉まってる、そしてこっちも閉まってるっていう状況になってるので、まあ女子はここ3つの穴がありますね。尿道口、膣口、肛門。大丈夫ですか？たまに、3つもあるんですかという人に言われて、えぇってびっくりした。男性はね、3つないんですけど、女子は3つあります。で、それを自在にですよ、前から1、2、3とか3、1、2とか2、3、1とかできます？できるのがノーマルですそう、それができる人は多分骨盤底筋群がちゃんといつも締まったり緩めたりが上手にできる状況になっていると思います。今できなかった人は喜んでください。伸びしろが無限大になります、はい、で結局そのいつも軽くその3つの穴にこうソフトに蓋が閉まってる状態になっているので、まあ経血の場合はある程度たまるまでは出ないと。ずっとは無理ですよ。ただある程度、私は大体2時間最近半ぐらいは持つかなっていう感じですけど、トイレに今2時間ぐらいで行って、で自分で緩めたり締めたりをして、めいっぱい、めいっぱい出す。そうするとまた次の2時間ぐらいはね、たまったまんまキープできると。で最初私もこの話聞いた時、はって不健康時代思ったんですけど、昔の日本人の女性は全員それやってたわけですよ。だって着物の時代ってノーパンツか、パンツなんてないの。あれ西洋の文化だから。はい、だからあのだけ何枚もね着物があって、脱いだらノーパンツはエロくていいなと思うんですけどそういうことですよ。
締めておかないと結局自分が恥ずかしい思いをするし、ね、そんなに着物を洗濯できるわけじゃないじゃないですか。今みたいにね、お水もあったわけでもないですし、だから、まあ、ずっと締まってた状態をキープできてた。まあ、着物というのも大きいです。着物着るとほら円柱になりましょうみたいなことを言われるでしょ。で、いっぱいタオル補正入れられちゃったり昔はしてたんですけど、私あの着物今しょっちゅう自分で着るんですけど、一切タオル入れないですからね。全く入れないです。もう円柱になってるから自分が、はい、まあ、胸がないからっていうのもあるんですけど、はい、着物向きとか思って円柱。そしてここも勝手に閉まっていると。またね、女子は帯締めると胸式の呼吸肋骨を抑えちゃいますから、できないですから、昔は確実に腹式してただろうなと、その着るものの日本文化の面でも思います。それをここをウエストベルトで締めちゃって腹式呼吸できなく洋服が入ってきてなっちゃった。でみんなこう肩や胸でね、大変な息をするようになって冷えてますね、自律神経がダメです、頭痛がします、便秘です、いろんなことにつながっていっちゃったかなと思います。ですから、まあ、本当に昔の日本人がね、あのやってたことを取り戻していきたいなというふうに思います。はい、まあ、全呼吸法を簡単に言いますと、まあ、もともと日本人がその着物の時代にやっていた腹が座っている状態、はい、腹が決まってるとかね、腹を据える、腹をくくる、腹のワードがすごく多かったですよね、昔の日本語って。でも今多分日本人、腹のことを詳しく説明できる人はあんまりいないと思います。自分の腹の説明自分でできます？自分で腹が決まってるとか腹が座ってるとかってなかなか思えないですよね。でも大丈夫です。全呼吸法で正しい姿勢、楽な姿勢を身につけたら、本当にいつもこのへそ下のなんかカフがですね、なんかどっしりとしてる感じ、ここにこう自分の中心があるというか、ここが安定してるから大丈夫って思えるような、そういう自信がつくようになってきます。あ、これが腹だねっていう感じが自分で分かるようになってきます。でね、なんか焦っちゃったり、あ、大変って思った時ってやっぱ上がっちゃってるんですよね。まあ、気が上がるとか言いますけれども、すごく上がっちゃってる感じになる。なのでここにどっしりと力を込められるように、はい、なっていきましょう。そうすると、まあ、本来生物というのは健康なんですよ、基本的にね。なんかサバンナにいるキリンとかシマウマってかっこいいじゃないですか。あと姿勢悪いキリンとかシマウマもいないですね姿勢悪いのは人間だけですよ。人間だけが姿勢悪くしてるんです。赤ちゃんの時みんなどっしり背中まっすぐ、お尻臀部と直角に全員座ってます。今度見てください。一切の子なんかもうこの腹の安定感とか半端ないですよ。だからあんだけ大きい声でギャーって泣くんだろうなと。声量もすごいじゃないですか、こんなちっちゃいと思いますけど、みんな本来そう、健康がノーマルですからね。それをやっぱり使い方を間違えていって、ね、不自然にして体からいっぱい怒られているっていう状況が今の状況で、健康になるためにお金をね、稼いでるみたいな、健康になるためにお金使ってるみたいな状況になってしまってますよね。でも本来健康がノーマルですから、ちゃんとやれば私ぐらいになります。はい、なってない人いませんから、自信持って、健康になってまいりましょう。秘訣は姿勢と呼吸、これだけ。